なかなか強いこのデッキ、理想の動きは2種類です。序盤はフェアリーや高級、おしゃれ女王などで、相手を削りつつ盤面を取る。かなりフェアリーは量産しやすいから、序盤の盤面の取り合いは割と有利だな。そして、7ターン目が戦いの節目となります。まずはパターン A、フェアリードラゴンからの大浪の順番で出すパターン。大浪をフェアドラで守り、8ターン目に異様を出して失踪ワンパンさせる形。大浪を1ターン生き残らせる必要がある。突進の多いネメシス、除去スペル豊富なウィッチ、AOE が飛んでくるドラゴン以外には、割と守りきれることが多い。そして、パターン B は7ターン目の動きをひっくり返すだけ。大浪出してからフェアドラを出すことで、フェアドラが失踪するという形。このパターンの場合10ダメージ近いダメージが出ることもあるが、序盤にしっかりフェアリーを生み出しておく必要がある。実際に試合を見ていきましょう。このデッキ、ウィキで見たってま、そのウィキ役に立たないから見るのやめた方がいいよと霊夢です。自ら認めていくのかとマリサだぜ。今回、コメント欄で要望の多かった、深き森の異様を疾走するデッキをアンリミで作れと言われていましたが、アンリミよりローテの方が好きなので、ローテで挑戦。初手のマリガンは、ウォーターフェアリーがあれば最高だが、フェアリーウィスパラーでも十分妥協ライン。さあ、ということでやっていきましょう。タイロイヤルは割と相性のいい相手と言えます。高級のエルフを序盤に握れているのも頼もしい。あまり使われてるのみないんだけど、強いのか。高級は守りのカードなので、守りのエルフのデッキには相性がいいと思いますが、もっぱら最近のエルフはアグロやミッドなどの攻撃的なエルフばかり、白狼がローテ落ちしたことで、守り寄りのエルフが少なくなった。まあ結局タイロウという、新しい犬に頼ったのがこのデッキ。しかしながら、大量で勝つには序盤にある程度削る必要があるのも事実。大量のフェアリーを効率よく展開し、茨の森などを駆使して盤面を取る。今回は都合よく対空射撃をマリガンで握れていたので、しっかり相場ネズミを除去して、盤面の広さを優先します。ここでフェアリーウィスパラーを回収できたのはでかい。もう一度フェアリーを生産できますからね。本当は茨の森を戻していってのが理想なんですがね。ここは刃ネズミを倒せたので非常に美味しい展開。相手はゴブリンまで採用しているガッチガチのアグロロイヤルみたいだな。レジェンドファイターさんもここで投入。だがしかし、ここはこちらが先行。この次のターンには高級のエルフの進化もありますし、茨の森を引っ張りつつ、処理は相手に強要して顔を削ります。このデッキのスターリーエルフは確定で茨の森が確定サーチ。次のターンに茨の森を設置するのはかなり厳しいがな。高級のエルフの効果は進化時に、そのターンに使用したカードの枚数分、ランダムな相手に2ダメージを飛ばす AOE カード。仮に、茨の森が起きづらい盤面になったとしても、フェアリー高級と使えば、2点ダメージが3体に飛びます。強い。ここでガチガチアグロの相手は、進化をフェイスに切ってきました。まあなるほど、アグロなら顔しか見ないのも正解かもな。処理してくれないのは少しまずかったかもしれないですね。変に弓が強化ゴブリンに当たっても困ります。ここはおしゃれ女王に、おしゃれに処理してもらいましょう。この悪魔のドレスが非常に強い。相手のフォロワー一体を体力1に変化させる。これによって、圧倒的に有利にトレードを行うことができますね。おしゃれ女王の進化後のスタッツもなかなか強力。攻撃時のボイスもなかなか強力。目下危険なゴブリンも圧倒的有利に処理できたが、残る危険因子はセリアだが、もう一枚セリアを握っていた場合ですよね。絶望のセリア対策に、しっかりと丁寧に盤面を処理していきます。変にセリアをループされても困るからな。特に次のターン、潜伏なんか設置されて、それも含めてセリアループ開始されたら、あっという間に体力ゼロですからね。相手はゴブリンプリンセスを使って横に盤面を展開。これは素晴らしい。絶好の高級タイミング。こうなると高級はほんと強いよな。相手はゴブリンに進化を使ってさすがに盤面を取りに来ましたね。ですが盤面の広さを優先した。それが命取りとは知らず、今回は高級がぶっ刺さったが、まあカシオペアって可能性もあったからな、素直にネルシャと相打ちすべきだったと思うが、こちらとしては茨の森まで展開して、盤面に触れず全てを除去できました。おしゃれ女王で相手の顔面を引っ叩いて、まあほぼ罪ですね。それではお聞き願いましょう。当デッキの2大掛け声名人、高級とおしゃれ女王様の方向を。ちょっとかわいい。効果に対してちょっとかわいい。ちょっと汚い。イラストに対してちょっと汚い。ドヤーからのドヤー。盤面に絶望し、相手は降参する。これが序盤の理想の盤面コントロールですね。続いては、天敵であるドラゴンに対しての動きを見ていきましょう。ドラゴンはとにかく回復するし、AOE でフェアリー相手来るし、できれば相手したくないんですけどね。ランプリントブルムに、原初、ミッドレンジ、割とマッチングする頻度は低くないのが現状だな。このデッキ、ドローソースは多くないものの、大浪や、異様などのキーカードは初手全リリース推奨、各自3枚ずつ入っているので、
後半までになんとかパーツ揃えばいいやというスタンスです。それよりも、フェアリーを序盤にとにかく出さねばならないので、フェアリーウィスパラーはかなり欲しいカードですね。今回も無事引けて合格と。序盤に削れば削るほど、やはりリーサルのラインが低くなるので有利ですが、フェアドラの失踪ダメージがかなりバカにならないので、少なくとも2ターン目にフェアリーを生成できるカードが手札に握れていれば、フェアドラさんが何とかしてくれることがたびたびあります。フェアドラ失踪といえば、ユグドラシルのイメージだよな。今回、大老を採用した理由は、1ターン生き残りさえすれば、異様すらも失踪させることができるのが大老。純粋に、勝率だけを見るならユグドラシル型の方が安定するかもしれませんが、いかんせん、ユグドラシル1枚しか持っていなかったので、いや生成しろよ。いやなんかいっぱいパック開けて出なかったカードを生成するって、すごい負けた気がするじゃないですか。そんだけ開けた時点で負けてると思うんだけどな。まあ今回このデッキのスタート地点は、異様を失踪させたいがスタートなので、ユグドラシルのチョイス効果では達成し得ないということですね。さて、このターンは PP を余らせるのが少しもったいないですが、盤面を一方的に処理しつつ、相手の顔を少しでも削っていきましょう。相手が横に並べれば高級で返せますし、大きいのを枯れたら、対空射撃と茨で除去します。ここに至っても相手は順調に準備を進めていく形。まだ一向に相手のデッキの方は半然としないが、PP 差がいよいよやばそう。盤面は圧倒的に取っているものの、状況は非常に美味しくないですね。こう、着実に AOE がバンバン飛び交いそうな時間に迫っています。相手は冷静にフェアリーウィスパラーを除去。対空射撃で戻したい対象ではありましたが、茨の森もあるので、フェアリー生成の観点では問題なし、そして引き当てたフェアリードラゴンですね。ここは対空射撃をアイラに使ってアイラを一方的に除去。茨効果込みでウォーターフェアリーでトレードするのも考えたのですが、次のターン 8PP で最近流行りのラースドレイクが来る可能性があり、だったら茨を置いておくのも美味しくないなぁと、AOE 警戒しつつも、そこは進化使うのな。クルエルドレイクしか握っていない場合、次のターンで進化を切らせることも可能になる、と考えて一応進化したんですけど、正直微妙だったかなぁと思いますね。ただイバラをどうしても手札に戻したいので対空射撃はしたい。対空射撃したならこう動くしかないみたいな、消去法で動いちゃった感じはあります。要は、ドラゴンに勝ちたいならいかにフェアリーを墓地に叩き込むかが重要なんです。後攻の相手はこれで次のターンには 10PP か。リントブルムは要件を満たしてないので、まだチョイスは発動できないでしょうが、なんなら10をポンを消されただけで死にかねないのがエルフ。今回オシャレ女王ネルシャも引けてないから結構まずそう。本当ならカシオペアで盤面を取って、進化で顔面殴りたいところですが、もうこれどんなドラゴンであろうと、クルエルドレイクがほぼ採用されている現状では、進化を使い切っての攻撃は完全に自殺行為。逆に相手としては AOE を使わざる得ない状況になっているわけだな。灼熱の嵐なんかを握っていれば今のターンに使いたかったはずなので、ここでドレイクを使わせたのは非常にでかい。こいつをなんとかやり過ごせば、次以降のこちらの展開がしやすくなります。だがしかし鬼スタッツの7、エルフには非常に重い。そんな時は袖からすっとネルシャを出します。圧倒的不正トップ。シャドーバースのプロは夏でも長袖を着ている。なんてったっておしゃれですからね。絶対袖にカード入れるためだぞ。これぐらいの運命良くなかったらシャドーバース勝てませんからね。これ、ここは茨の森置けば盤面有利にトレードできないか。それをしちゃうと、次の手札が燃えちゃうんですよ。まだ大老も引いてないので、手札燃えるのは困ります。ここからは茨の森で耐えるしかないですが、なんとかドレイクも除去できたので、勝ち筋を拾いに行きましょう。しかしこうして進化使い切っちゃうと、高級が腐るわけだな。そういう意味ではオシャレ女王は進化使い切っても腐らないので、いろんなエルフのデッキで採用されてますね。オシャレ女王と相性がいいのがボーラちゃん。チョイス効果で、相手のフォロワー1体に1ダメージか、自分のフォロワーかアミュレット1枚を手札に戻す効果を選べるフォロワー。このデッキの弱点の一つである2コストフォロワーの薄さもカバーできるので、高級と変更を考慮してもいいかもしれません。ちなみに、ネルシャとポーラの相性があまりにいいので、巷では、オシャレ魔女ネルシャ&ポーラと呼ばれているほど、呼ばれてないし、古すぎて最近の視聴者に伝わらない。二人はプリキュアとかにしておいた方が良かったか、そもそもプリキュアが二人だけなのって初代だけなんじゃないの。追いかけてないから詳しくは知らないけど、最近は三人とか五人ぐらいいるみたいだぞ。己宝トミー、グッズのために増やしたな。そして何度目かのフェアリー消失事件も発生。残念でもなければ当然、しかし相手の HP は15。いよいよ異様じゃないと削りきれなさそう。いや、ここでフェアドラ引けたのはでかいですよ。あとは大老を引くだけ。その時を信じて全力でフェアリーを増やします。果たして引けるのかどうかも怪しいけど、どれぐらいの攻撃力になるのやら。大丈夫です。そのための長袖。お前の袖の中何枚入ってんの？いやまあ、袖は冗談として、そのために3枚全部っ破してありますからね。相手も進化を使い切ったし、うまくやれば異様チャンスもあるが果たして。ドラゴンのほんと厄介なところは、大釜で異様が簡単に取られるところですよね。で、こいつクソ久しぶりに見たな。前はこれでフェイスにもダメージ入ってたんだしやべえよな。灼熱の嵐にクルエルドレイク、そしてグリームニルまで、どんだけガッチガチに AOE 固めてるのかと、ロイヤルに親でも殺されたのか。しかしグリームニルはまずい。
フェアドラ失踪は守護に弱いので、これ以上手札に握られていないことを祈るばかり、そんな祈りを捧げながら、生贄となるフェアリーを生産生産生産、スタンキから愛も変わらない、フェアリーを墓地に叩き込む作業。あの頃は手札から直接墓地ドーンだったから、今はちゃんと場に並べてるだけ、フェアリーにとっては優しい世界、妖精界が不憫すぎて辛い。役に立てって言われてミサイル扱いされるデッキもありますからね。いやはや、しかしここで竜の峡谷ですか。ほぼリントブルムで確定だが、これはもう自利品だな。ここで引いたオシャレ魔女はでかいですね。本当は大老いい加減袖から引き抜きたいんですけど、なんとかドラゴンまでは処理できるっぽいな。自利品すぎて、正直リタイアボタンをしたい気分。けど、ほんと大老さえ引ければまだワンチャンある。そんなにフェアドラ火力出るか。別に妖が失踪しても構わんのだろう。大老が AOE で死ぬ未来が見えた。マジレスするとこの前の試合がそれで負けました。ほんとドラゴンさん AOE ですぐ大老殺すから嫌い。とりあえず盤面のフォロワーが全員残れば次のドラゴンまでは処理可能。相手の手札の枚数も少ないので、どうにか妖を通したい。ここで大きいの出されると。もう結構罪なんだが、小さい、がダメ、絶望のグリームニル、盤面の除去に、守護まで立てられてしまう。ほんと相性悪いマッチアップだよな。水巫女とドラゴンの卵、イスラーフィールとかで、バンバン回復するわ。スタッツ高いのポンポン出すわ。がしかし、ここでようやく念願の狼か。これだけ待ったんだから、もう不正とは言わせない。まずは異様、これを置くことで相手は除去をせざる得ない。守護があるからと甘えて万が一除去しなければ、フェアドラで守護を突破して異様が刺さると。なんなら盤面だけじゃ異様取れませんからね。さあ、異様フィニッシュをさせておくん？知ってた。お前たちはそういうやつだって知ってた。君たちはそうやってすぐに袖から AOE を出すんだ。袖というかなんというか。さてまあ、しかしこれはこれでほぼ勝ち確定ですね。フェアリードラゴンの攻撃力を解くとご覧ください。果たしていくらぐらいになってるのか。まあ8点出れば1王2枚でリーサルなわけだが。怒りの13ダメージ、妖精の調べを使って、14ダメージですね。惜しい、フェアドラ先生。ゴミレジェンドと言われたところから出世したな。しかもこれ守護ついてるってヤバさですよ。アジダハーカもちゃんとケアできている恐ろしさ。リントブルムはチョイス要件満たしてないので、負け筋はオオカマとアイナとかですかね。まあ相手のこのデッキなら、オオカマはありえてもアイナはありえないな。水巫女の回復も、普段ならリーサル剣がずれて鬱陶しいですが、このフェアリーも墓地に叩き込めばもう一度14ダメージが失踪。もはやリーサル、ずれようがない。しかし、ユグドラシルのチョイスなら、さっきのターンに 8PP で両方失踪してたのか。そう考えるとユグ版のフェアドラ失踪も作ってみたくなりましたね。まあ今回は失敗しましたが、このデッキはあくまでも異様失踪させたいデッキ。皆さんのローテで異様リーサル決まりました報告を楽しみにお待ちしております。異様をイピリアに変更するのは禁止なんだぜ。大老をユグドラシルに変えるのも禁止な。ご視聴、ありがとうございました。心地よい風ですね。